こんにちは、イオナシです。3月は3回アイハーブでお買い物をしてしまいました。まあ、日替わりセールやサイト全体セールなどアイハーブのお買い物欲アップ作戦に、まんまとハマってしまってる感が否めないんですけど、幸いなことにこの頃のアイハーブは在庫切れすごく多いですよね。なので大量散財には至ってないかなと思います。それでは今回もあまり数はないんですけど、お得なものを購入したのでご紹介していこうと思います。行ってみよう。目はこちらです。カリフォルニアゴールドニュートリションのホエイプロテインアイソレートの5ポンドです。前回こちら1ポンド 453g のものを購入したんですけど、非常にこちら飲みやすくて体の調子もすこぶるいいので、今回一番大きい袋の5ポンド、こっちは 2.3 キロを購入しました。味はこちらと一緒の無香料タイプです。私は青汁と一緒に飲むので味や匂いがない方がいいんですけど、プロテイン単体で飲みたいっていう人はダークチョコレート味やベリーバニラ味もあります。こちらタンパク質だけじゃなくてBCAA やグルタミン酸も摂取できる点が、高ポイントだと思います。前回の動画ではヤクルト100と一緒に飲むと、腸内環境が悪化しないような気がするとお伝えしたんですけど、今はヤクルトなしでも全く腸内環境悪化しなくなりました。私の体はずっとタンパク質不足だったので消化吸収能力が弱かっただけのようです。少しずつプロテインの量を増やしていくと大丈夫でした。それでも添加物が入ったものや過度な糖質を摂ると一気に悪玉菌が増えるみたいなので、食生活ではちょっと注意が必要かなと思います。まだまだこちらプロテインを飲み出してから一番の嬉しい変化はやはり肌が綺麗になりました。これ本当綺麗になります。肌色のトーンアップは飲んでいるサプリメントの効果も大きいと思うんですけど、内側から張りのあるスベスベ肌になります。これ多分タンパク質のおかげだと思います。あとこれはサプリメントの相乗効果だと思うんですけど、体の至るところの色素沈着が綺麗になくなっていってるんですよね。ほんと薄くなります。脇とか鼠径部とか、女性なら気になるであろう箇所の黒ずみが確実に薄くなっていってます。きっと気づいてないだけで他にもいろいろなところのシミやくすみが薄くなっていってるのかなと思います。こちらが空になったので一回移し替えました。この大袋の中のをこっちに移し替えました。こちらすごく残念なんですけど、一回開けたらこの、ジップロックみたいなこうチャック式になってるんですけど、全然閉まらないです。これ全然閉まらない。粉がパフーってなるんですけど、できれば綺麗に閉めたいんですけど、この袋の難点は本当全然密閉性がないということですね。なので洗濯バサミでピッと挟むぐらいな感じしかできない。こんな感じ。これちょっと保管するには弱点かなと思います。中身が素晴らしいので続けていこうとは思うんですけど、ここだけちょっといまいちな点だなと思いました。カリフォルニアニュートリションのゴールド C ビタミン C 1000mg ベジカプセル60粒です。今回こちらはお買い得になっていたので買ってみました。ビタミン C 1000mg 配合なんですけど、こちらはタイムリリース型ではないので、きちんと朝昼夜と3回に分けて飲むことが重要ですね。ビタミン C は水溶性なので、たくさん摂取しても吸収しきれない分は尿に混ざって排出されていきます。前回ご紹介した富士川式を始めてから毎日鮮やかな黄色のものが出ていくので、ちゃんと吸収されているのか不安なんですけど、肌に透明感が出てきたので効いてるんだと思います。ビタミン C はやはりリポソーム型が最高だとは思うんですけど、少し価格がお高いのがネックなので、しばらくお手頃な価格のこういった錠剤試していこうと思います。こちらのサプリメントはアイハーブではなく、楽天で購入したサプリメントです。理由としては楽天の方がアイハーブより若干安かったということと、ちょっとアイハーブすごく在庫切れが多くてない時があるので、今回ちょっと楽天のナチュラルハーモニーさんで買いました。一番欲しかったのがこっちです。ナンフーズのビタミン C 1000 with ローズヒップバイオフラボノイド 1000mg 250粒です。
私が購入した時はこちら5セットで2390円でした。でもこれ今見たらアイハーブと変わらないぐらい値上がりしてますね。どういった仕組みなのかはわからないんですけど、こちらのナチュラルハーモニーもアメリカからの配送なので、まあ届くのに1週間前後はかかります。まあ、一緒ですね。アイハーブの方が、まあ、韓国からの配送だと早い時があるぐらいかな。こちらはまあタイムリリース型なのでゆっくり効いていく感じですね。ちょっとこれももう飲み始めてるんですけど、粒はこんな感じででかいです。粒めちゃくちゃ大きいです。うん、飲み込みにくい。これは非常に飲み込みにくいんですけど頑張って飲んでます、朝昼晩。そして次、こちらはまだ開けてないんですけど、ナンフーズのビタミン B50100 粒、まあ、ベジカプセルです。まあ、送料対策でこっちも買ったんですけど、こちらは楽天ナチュラルハーモニーは950円、アイハーブでは1179円だったので、まあ、少しだけこちらがお得かなという気がします。こちらは葉酸 400mg にその他10種の B 群を 50mg ずつ配合したビタミン B コンプレックスのカプセルとのことです。ビタミン B は前回買った時も匂いが独特でちょっと飲み込むのに躊躇するんですけど、こっちの方があんまり匂わないですね。ナウフーズ優秀かもしれないです。こっち飲み込みやすそう。うん、全然匂わない。変な匂い、効きそうといえば前回のやつの方が効きそうかなという気はしますけど、まあいける。そして最後、こっちも増量対策でいるだろうなと思ったので、ソラレーのクエン酸マグネシウム 400mg ベジカプセル90粒です。こちらナチュラルハーモニーでは1261円でした。アイハーブでは1246円なので、まあ、数十円アイハーブの方がちょっとだけお安いかなという気がします。こちらクエン酸を使用し、特別にキレート化されたマグネシウムとのことで、まあ、吸収率がすごくいいみたいです。容器にはこれ 400mg って書いてあるんですけど、これは1カプセルにではなく3カプセルで 400mg とのことで、分かりやすいのか分かりにくいのか分からない感じ。マグネシウムはこむら返りや疲労回復、肩こりにも効くとのことで、私は食前にそれぞれ1カプセル飲んでます。前回買ったドクターズベストのものは1カプセルが 100mg だったので、3回飲むとこっちの方が 100g 多く摂取できることになります。うん、お得なのかな。この頃アイハーブ在庫切れ多いので、まあ、楽天やアマゾンなどもうまく利用しながら上手にお買い物できたらと思います。プレスクリプトスキンのビタミン C 化粧水ブライトニング化粧水です。まあ、以前買った化粧水を使い切らないまま、また化粧水を買う女なんですけど、まあ、結局まあ、おお、これすごいって言ったものをまあ見つけられずに、まだアイハーブの中さまよっております。プレスクリプトスキンのものはビタミン C が配合されているところに惹かれて購入しました。少量ながら AHA、BHA も配合されているので、まあ、角質ケアもできそうです。こちらはリンゴ、シトラス、ホップ、キュウリ、緑茶、スピルリナ、ラベンダー、カモミール、キンセンカが配合されているみたいです。キュウリが入っている化粧品はたまに見かけるんですけど、こちらホップとスピルリナも入ってるとのことです。まあ、スピルリナってサプリメントではよく使われてるのを見かけたりするんですけど、まあ、化粧水にも配合したりするんですね。まあ、モルイなので効きそうといえば効きそうな気はします。使用感としては若干ピリピリするといったレビューがあったのですが、よく肌に浸透して使いやすいそうです。爽やかなレモンの香りとのことなのですが、あ、爽やかな、ほんと爽やかなレモンの香りします。うん、あ、レモンですこれめっちゃレモン。これからの季節にすごく爽やかで使いやすそうな匂いします。こちら拭き取り用として使う人も多いみたいなんですけど、私は肌の摩擦を極力控えるようにしているので、まあ、手に出して優しくもうプッシュプッシュして入れ込もうと思います。ちょっとシャバシャバなので手からは結構こぼれ落ちるような気はします。肌色のトーンアップや毛穴の引き締め、あとキメを整えてくれるなどといった効果があるようなので使うのが楽しみです。アートナチュラルズのレチノールセラムです。こちらは今回お試し価格の363円で購入しました。まあ、自分の肌に合うのかわからないので、こうして初めてのものをお試し価格で買えるのはすごく嬉しいですね。
公式のホームページにはレチノール、ビタミン A とヒアルロン酸をフリーラジカルと戦うビタミン C と E と組み合わせて睡眠中のシワ、シミと戦いますと記載されていました。まあ、なんとも心強いですね。期待が膨らみます。レビューの中ではレチノール濃度は 2.5% と書かれてたんですけど、まあ、濃度についての記載は私は見つけられなかったです。どうなんでしょうね。まあ、今はピクシビューティーのオーバーナイトレチノールオイルとあとアキュアのバクチオールセラムをまあ交互に使っていて、まあ、とっても気に入ってるんですけど、まあ、こちらも本当ずっと在庫切れ続いてて購入できないんですよね。本当残念なんですけど、こちらのアートナチュラルズのものは評価も良かったので購入しました。ああ、聞いてくれたらいいなと思います。こっちはまあお試し用サイズなんですけど、大きいサイズはやっぱり在庫切れになってます。人気なんでしょうね。使用の注意点としては使用前によく振ることと、まあ、冷蔵庫保存するということですよ。こういうスポイド式でちょっと匂いは全然わからないさっきのレモン化粧水の匂いがする。使用感はなんかちょっとさっぱりしてるような気がするな。今使ってるものがオイリーなのでそれよりかはやっぱりちょっとさっぱりめかなという気がします。まあ、使用感、肌の調子が良かったらこちらも続けて使っていこうと思います。ジェイソンナチュラルのパワースマイルホワイトニングペーストパワフルペパーミントです。ジェイソンナチュラルの歯磨き粉は以前購入したもの、これを使っていたので、まあ、気に入って今回違う種類のものも購入してみました。チューブの形状としてはこっちは全然立たないんですよね。はいこっちの方が好きです。こっちの方が、こちらは穏やかなホワイトニング効果で歯を白くする蓄粉炭酸カルシウム重曹が配合されていて、さらに有害な糖酸と戦うグレープフルーツシードとシソの実エキスも入っているとのことです。ペパーミントオイルも少量配合されていて爽やかな息にしてくれるよとのことです。こちらはパワフルペパーミントと商品名にある通りかなり刺激的なミント味で泡立ちもいいといったレビューがありました。うん、いい匂い、歯磨き粉の匂いで、しっかりとホワイトニング効果もあるとのことなんですね。ラウリル硫酸とラウレス硫酸不使用なのはまあ嬉しいんですけど、研磨剤は入ってるみたいです。力を入れてまあ磨きすぎないようにしたいと思います。こちらのジェイソンナチュラルの歯磨き粉は本当すごく使用感がいいのでおすすめです。歯磨き粉いろいろまあアイハーブ売ってるので試してみたいなと思うんですけど、今のところこれに落ち着きそうです。マドレラブズの衣類用洗剤3倍濃縮フレッシュコットンパウチ1袋です。こちらずっと気になってた商品なんですけど、まあ、在庫切れが多く買えなかったため今回在庫が復活したと見つけたタイミングで購入しました。こちらは3倍濃縮と商品名にあるようにパウチの中のこの液体の洗剤を空の容器に入れて3倍に水で薄めて使う洗剤となってます。リン酸塩、フタル酸塩不使用で浄化層にも優しいと概要欄に書かれてました。香りはすごくフレッシュコットンの優しい香りとのことです。思ったよりしっかりと香るので洗濯後の衣類には香りが残るといったレビューもありました。ちょっと開けてみましょう。こちらが 118ml と書いているので、まあ3倍に濃縮するとこのぐらいの感じなのかなと思います。容器いっぱいにはまあなりやないかなという感じです。こちら香りはほんとすごく優しい石鹸の香りがします。なんだろう、赤ちゃんの洗濯物の匂いわかるかな、イメージですけど、うん、すごくいい匂いがします。ちょっとでもこれポンプ出すとちょっとこれ高さが出るので結構置き場所取ります洗濯量が少ない場合はこれのポンプを2回分、まあ、中程度の量の場合はポンプ4回分で、多い時はポンプ6回分が、まあ、目安使用量とのことです。6回分出してたら結構すぐなくなるかなという感じします。でもこちら詰め替え用のパウチ6袋も販売されてるんですよね。なので、まあ、容器をこれ繰り返し使えるのでエコですし、まあ、コンパクトにゴミもこういう感じで捨てれるのでいいかなと思います。洗濯物もすっきり白く洗い上がるとのことなので使っていこうと思います。リズムスーパーフードのビートチップスネイキッドです。
こちら新商品コーナーで見つけたので、まあ冒険して購入してみました。実はまあビートって食べたことがないんですけど、どんな味なんでしょう。こちらグルテンフリー認証非遺伝子組み換えプロジェクト認証ビーガンの商品となってます。ビートをチップスにしたスナックとのことなんですけど、油で揚げているのではなく水分を徐々に取り除き脱水されているため、効力が最大限に生かされており、絶好調を保つことができますと書かれてました。まあ、絶好調です。トランス脂肪酸とコレステロールはゼロで、ナトリウム、カリウム、食物繊維が豊富に含まれています。やっぱりまあビーツはスーパーフードなんですね。ちょっと開けてみます。中はこういう感じです。これで318円、まあこんなものかなっていう気がしますね。中こんな感じ、あれですね、ビーツ知らないけどきっとビーツが干からびたものなんでしょうね、これ。うん、ミイラみたいになってる。あー、ちょっと言葉が悪いいただきます。こちら味は初めはちょっと土っぽさ感じます。ごぼうチップスみたいな感じですね。後からビーツの甘さとちょっと少しの酸味みたいなものがやってきて、これすごく美味しいです。食感はすごくサクサクしてます。これは多分味がついてないもの、塩味がついてるものもあったのかな。種類もこういう感じでいろんなお野菜のもの売ってました。これなんだろう、キャロットスティック、あ、人参ですね。ケールか。これ多分人参とかケールなんかはすごくそのままの味がするんでしょうね。苦手な人はちょっと苦手な味かもしれない。ビーツは私知らなかったですけど美味しいです。これちょっと気になる方試してみてください。美味しかったです。今回のアイハーブ購入品の紹介は以上になります。参考になったよという方は高評価ボタン、あとチャンネル登録もぜひお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。